ガンバ大阪、初瀬亮。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。目指す選手によって多分自分のプレースタイルも変わってくると思うので、まあでもその中で中村俊輔選手をこうなりたいっていうのがあったからこそ今があると思うので、もう左足のキックですね。中村俊輔、日本代表の10番を背負い、黄金の左足と呼ばれた精度の高いキックで数々のドラマを生んだ。もともと右利きなんで自分は、でも中村俊輔選手みたいになりたくて左足を練習して、で今こう両方蹴れるようになったっていうふうにあるので、それは良かったなっていうふうに思います。すごい日本をずっと背負ってきた選手ですし、自分もまだまだこれからだと思うので、そこの差を埋めていければいいかなというふうに思います。でも中村俊輔選手にない右足も持ってると思うので、そこの違いを見せていければいいなというふうに思いますし、より一層自分を磨いていかないとあの人には追いつけないと思いますし、同じキッカーとしてアシストっていうアシストだったりゴールっていうのはしたいなというふうに思います。初瀬亮のヒーロー。